今日も始まりました幸せでないとパーソナリティの菅生新太です。そして川上瑞希です。はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。さあ今日のゲストはどなたでしょうか、瑞希さん。はい、ご紹介させていただきましょう、大慈山仏心寺副住職でございます、新田隆信さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。ごちゃごそこんばんは、お願いいたします。 お坊さんの雰囲気されてないから、お坊さんなんですよね。お坊さん副住職、そうなんです。もともと滋賀県で、はい、自分はね、はい、9歳の時にお坊さんになるんですよ。9歳でお坊さんになるというのは早いんですか遅いんですか、どこなんですか。お寺さんに生まれた方は、はい、結構ね、小学3年生とか4年生ぐらいの夏休みとかに、はいはい、お坊さんになる得度式っていう式があるんですけど、ね、はいはい、それに受ける人が多い。だから、はあはあ、それまでに、はい、お経とかが読めないといけないので、はい、そうかそうかそうか。だからね、2歳ぐらいからは、はいはい、父親とおじいちゃんと朝、はい、一緒にお経を読まないと、はい、朝ごはんが食べらせてもらえなかったり、なんと夜もそうですよね。夜も夏と冬で時間違いますけど、帰ってこないと、うん、それは大変、もう宿命ですね。大変そう。いやでもただね、それが、はい、そういう中で育つじゃないですか、はいはい、だからそれがね、はい、当たり前で、はい、どの家でも同じようなことが行われてると思ってましたね。そうかそうか、親子って一般的な親子も大体これがスタンダードなんと。そうですそうです、どこの家もそうです、どこの家もお経はない。その小学生の頃とか、まあ、大体朝8時半とかから学校始まるじゃないですか、うん、何時起きだったんですか。いやでもね、でも6時、まあ、5時、5時半ぐらいですよ。早い。ただいやそこはね、多分ね、あまり変わらず、うん、でもただただ一番最初に必ずお経が上がると。でもそこからスタートしますね。でも幼稚園小学校行ってたら友達ができて、俺の家ちょっと違うなみたいな感じ方はないんですか。いやね、それはね、小学校です。小学校で大体分かって、はいはい、小さい頃、はい、お寺に生まれたっていうことで、はいはい、ボンちゃんって言われてたんですよ。ね、一休さんみたいな。ボンちゃん。ボンちゃんね。だから寺のボンっていうこと。寺のボンね。はいはいはい。うん、でも今ちょっと東京に住んではいますけど、うん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 、時々今でも帰るじゃないですか。はいはい、帰ったら、あ、ボンちゃんが帰ってきたと。ボンちゃん。今でもね、まあボンちゃんって言われたりね、するんですよね。ボン帰りみたいな。そうなんですよね。すごいな。うん、もうお寺のご子息の人生でちょっと、でもね、芸能界もね、南こうせつさんとかね、植木等さんとかね、今田耕司さんとかね、お寺の子とか多いんですよね。あ、そうですよね、意外とね、うん、まあ長男次男わからないけど、うん、なんかお寺の人っていいですよね、絶対に。なんかいいですか、なんかいい人に育ってそうですよね。ああ、いや、すごい答えづらそうにしてますよ。いやでもただね、自分そ、反面教師もあるかな。そう、小学校の時、はいはい、卒業文集とかってやりませんでした。はいはいはい、将来なりたい、そう、将来の夢って書くのあったじゃないですか。なんて書きました。いや僕らもう将来タレントなりたいとか、なんかこんなしたいとか、みんな書いてますよね。そうですね、自分たちのね、時代はね、野球選手と警察官が、はいはいはい、あとパイロット、パイロット多いですね、これがやっぱ人気、宇宙飛行士とかね、人気だったんですよ。はいはいはい、でも周りからは、うん、いやあんたのとこ寺だからもう寺で書けばいいからいいねって言われてたわけですよ。いいね、でもだからね、今から卒業文集を見てみるとね、うん、普通のサラリーマンになりたいって書いてるんですよ。あら、逆に反面教師や、それは。そうなんですよ、まさに。だから、あ、今から考えるとですね、はいはい、可愛らしくないですよ。家から脱却したいと。そうそうそう。歓喜を翻したいと。なんか夢いっぱいいろいろね、書けばよかったんですよ。ああ、
書けばよかったのに、なんかただただお寺って言ったところで、なんか決まってるっていうのがやっぱ嫌だったんでしょうね。脱お寺したりという面白いな。これはね、これはね、後継ぎになるものの宿命ですよ。宿命ですよね、本当に。うん、はあ、じゃあご自身でなんかあれやりたいなとか、こういう会社作りたいなとか思ったこともないですか？いや、今だからね、今東京の方に来て、うん、まあ、大学院の方で、うんうんうん、これ幸せでないとじゃないですか、はい、ちょうどね、幸せをテーマにしたラボにいるんですよ、はい、ほう、なんか慶応大学のシステムデザインマネジメント研究所研究員で勉強してはるということとか。そうなんです。そこにの研究室って真ん中に幸せっていうのがあって、はい、でその横に、はい、例えば皆さん幸せとほにゃららなんですよ、うんうん、例えば幸せと子育てとか、なるほど、幸せと、例えば経営とか、はいはいはい、幸せと、はいはいはい、例えばぬいぐるみっていうのも研究された人おられてましたね、はいはいはい、で私はその中で幸せと、はい、祈りって言ったところが一つこうテーマとして、研究というか学びを深めていきたいなっていうのがきっかけで、今そこにこう席を置かせていただいているという状況です。幸せとは、まあ、10人といる100人100通り、まあ、いろんな意味、感性っていういろんな意味があるということですかね。いや、そうなんですよ。だからこの、ね、捉え方というか、そう、そこの研究室の中で、うんうんうん、まあ、前野隆っていう教授なんですけど、うん、その方がよくウェルビーイングとか今流行ってますよね、うん、ウェルビーイングとか、あと幸福学とかいう、こう幸せっていうものを、まあ、宗教とか哲学ではなくて、なるほど、もう少し科学的に見ようと、なるほど、なるほど、いうふうなアプローチ。わかります、わかります。で、なんか一番有名なのは、幸せっていう人には4つの心を持っている人が、うんうんうん、幸せだっていうのが一つ科学的、統計的に明らかになりましたよと、うん、なるほど。それ4つとは何ですか？その4つとは、はい、1つ目はやってみようっていう心、うん、ほうほうほう。だからね、やらされてるっていうことじゃなくて、はいはい、なんかやってみようっていう心を持ってる人っていうのが、うん、こう幸せだとかって、はいはい、2つ目はありがとうっていう心、ありがとう、はいはい、3つ目は、3つ目は日本人が一番弱いって言われてる、はい、なんとかなるっていう心、ちょっと楽観的なところですね。ああ、これは日本人弱いからもっと強めた方がいいですよ。そう、そこして多分楽観的なところがね、なんか弱いというかちょっと心配性だったり、いや、なんともなんないんじゃないかとかね、消せらせらやね、ちょっと、ね、はい、そしてで最後がね、ありのままにっていう。ああ、なるほど、いいですね。ちょっといいお話を聞いてる感じがしますね。確かに、いいですね。そしたら、ああ、そう、せっかくだからちょっと面白く、うん、ちょっともう少しお話ししてしまうと、はい、2つ目あってありがとうってあったじゃないですか、うんうん、でこれも面白くて、うん、ありがとうって言う方が、うん、まあ、幸せなのか、うん、ありがとうって言われる方が幸せなのか、これどっちだと思いますか？言われる方がいいと思う。ありがたいと言われる方がいいよ。でもありがとうと言いたいですけどね。そうですよね。なんかどっちだろうと。多分ね、施し与えるじゃないけど、なんか与えてありがとうと言ってもらえる方が嬉しいですね。今年行ってきたからかな。どうなんですか？答えてあるんですか？そう、一応ね、科学的に出てるところとしては、はい、ありがとうって、はい、言う方の方が幸せなんですって。やっぱりそうなんですか。やっぱり一周回ってそうですか。言われたいと思ったけど、そう、ありがとうってね、やっぱね、こう言っていくというか、今日もこういう風な場を作ってもらってありがとうございますとかね、言っていけるっていう方が多分幸せだっていうね。確かに、あ、年いって親が子供にありがとう、うん、だ多分、でも子供は産んでくれてありがとうやけど、お前がいてくれてありがとうみたいな。あ、なるほど、ね、だからありがとうから多分スタートするのがなんかいいのかもしれない。いいですね。深い、さすがですね。でも多分ね、もう多分、うん、よくこう会食のシーンってあるじゃないですか、うん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 、会食のシーンもおご、うん、る方が幸せだ、おごられる方が幸せだってあるじゃないですか。なるほど、なるほど。これなんか男女でも変わりそうですね。価値観が、なるほど、立場的に。なるほど、ごちそうさまって言ってもらう方なのか、うん、そうか、人に、そうですよね、うん、する側かしていただく側か。
なるほど、これは答えは永遠に続くな。はい、ちょっと音楽挟んで後半に行きたいと思います。ということで、はい、そんな、新田さん、大丈夫あなたが一人でもという書籍を出されていると。これはどういう内容をまとめてらっしゃるんですか。それはね、一つキーワードは、はい、看取りです。看取りとは何ですか。看取りってこう終末期、最後亡くなる時に息を引き取るシーンのところの看取るっていうお話ですね。はいはいはい。で、ちょっとだけ喋ってもいいですか。はいはい。自分たちって生まれてくる時って息を吸って生まれてくるか吐いて生まれてくるかって、これどっちだと思います。吸うのイメージが強いかもしれない。もうやっぱりクイズ的には吐くかな。答えは吐くかな。ね、そう、ありがとうございます。一応ね、生まれてくる時はね、やっぱね、息をね吸って生まれる。はいはいはい。ということは亡くなる時は吐くんか。そうなんですよ、息を吐くと。あ、プラン、プラマイね。だから、はいはい、あの息を引き取るっていう言葉は、ね、最後の息を吐くっていう意味なんですよね。息を引き取る、はいはい、そうです。でもよく、うんうん、父が息を引き取りましたとか、うんうん、母が息を引き取りましたって言うことってないですか。うんうん、あ、言います言います、ね、とか聞いたりするじゃないですか。はいはい。でもあれはちょっとね、日本の文法的にはおそらくちょっと違ってて、はい、違う、多分ね主語が違うんですよ。息を引き取る、だから父が息を引き取ったんじゃないんですよ、はいはい、父の息を引き取ったんですよ、ね、あ、なるほど。うわ、深い、うん、今心にズシンときました、うん、でなんかそのシーンなんですよね、多分、うん、最後亡くなる時とか、うん、最後お葬式をしたりだとか言った時って、まあ、大事に育ててもらった父や母の最後の息、うんうん、まあ、命とかっていうのを私が引き取っていくんですよね。そっか、ね、だから亡くなる張本人は引き取る側ではないんですよね。そうなんですよね。あ、受け継ぐと言いますか、そう、受け継いで、うん、こう、そう、バトンがなんか渡されていくなんか流れっていうのが、な、日本ってすごく豊かになってたんじゃないかな。ちょっといろんなこと聞きたい。ちょっと新田さん、ちょっと命の連鎖と言いますかね。ちょっとね、名刺にね、AI 僧侶、小ぶったちゃんとこう AI 僧侶とか書いてるし、なんか、恩送りとかね、この恩送りでよく言葉聞くんですよね、恩を送っていくと一般社団法人、うん、いろんなことされてますよね。これ何かで新田さん検索されたら出てきますか。そうですね、まあ、仏心寺と検索していただいたところできっかけで、ね、でまた今そうなんですよ、 AI 僧侶とかっていうのを、まあ、これから進めていく、うんうん、まあ、AI 時代に、はいはい、今 AI 時代ですよね。 AI 時代における一つのこのグリーフケアって、はいはいはい、グリーフケアって人との別れとか言った時の、うん、まあ、感情だったり、うん、身体的な反応ですね、情動的な反応が起こるのをグリーフって言ったりするわけですけど、うん、この悲しみとか辛さとかやるせない気持ちとかっていうのを、うん、まあ、AI 時代 AI を利用しながら、うん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 、こうグリーフケアのアプローチっていうのを今挑戦中でやってます。いいですね。AI 僧侶、皆さん検索しましょう。これから、はい、仏心寺も検索しましょうね。すいません。はい、そんな、新田僧侶のじゃあ、幸せワードをお聞きしたいんですけど。いや、でも幸せワードは先ほどのやっぱありがとうって言ったところが一つ一番大事にしたいなと思ってますので、今日こんな時間いただいてありがとうございます。いや、こちらこそ素敵なお話をね伺えてありがとうですよ。ありがとうですね、うん、これなんか心洗われましたよ今日は。もう本当に全てありがとうですよね。なんかイライラしたくないし、イライラしてる人を見るのも見たくないし、国自体もイライラしたくないですよね、政治とかね、うん、いろんな業界もね、うん、やっぱりこう妬み嫉みとかこう争いとかそういうのはなくしてほしいですよね、うん、ね、うん、いやいや、ちょっと心が洗われましたね。ということで、そういう活動をされてるんで、 AI AI 僧侶とか可愛い、もっともっと広めたいと思いますし、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、もう一度ご紹介させていただきます。はい、仏心寺のね、副住職でいらっしゃいます、はい、
新田隆信さんでした。はい、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。この番組は東京23区エリアを中心とした FM ラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界でお聞きいただくことができます。幸せでないとは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。幸せでないとでご検索ください。リスナーの皆さんからもご意見やご感想などをお寄せいただきたいと思います。メールアドレスは info@885fm.jp、 ファックス番号は 03-5634-0792。 皆さんからのご意見やご感想をお待ちしております。